はじめまして。私はバゼット・フラガ・マクレミッツ。神霊マナナン・マクリールの依代として召喚されました。バゼットとも、マナナン、あるいはマナナンとも、呼びやすい方で結構です。現地調査、危険物回収などの仕事には慣れています。どうぞ遠慮なく、高難易度のミッションを申し付けください。これが霊気再臨。筋肉の増加ではなく、骨格、仕様そのものが変化する。これなら魔術師でしかない私に、偉大なマナナンの力が発揮できるのもうなずけます。それは、それとして、古きケルトの戦闘装束の要素が入るのはわかりますが、体のライン、出過ぎではないでしょうか。他のサーヴァントの霊気再臨を調査してきたのですが、私の再臨、ちょっと地味ですね。せっかくの変身なのですから、もっと大胆に変わっても、別にスーツ姿でないと死ぬというわけでもないんだし。特にトレーニングなしで成長するというのは、少し物足りませんね。ありがとうございます。基礎能力の向上はお互いのためになります。体のキレが上がりました。すごい。いえ、すみません。余分な感想でした。準備はもう十分でしょう。速やかに任務へ向かうべきだ。マスターとサーヴァント。確かに、私はその関係性をよく知っています。不思議なものですね。この私がサーヴァントとは。サーヴァントの役割は、無論戦うこと。むやみやたらに軽口を叩いたり、マスターの戦闘力を当てにするようなか弱いサーヴァントなどいるはずがありません。ないのです。完全栄養食、キュケオン。これ一杯で全てが賄える？カタログスペックに不満はありませんが、こう、ガツンとくる満足感がないというか。何ですかその目は！言いたいことがあるなら言いなさい、ランサー！正直、カルデアには危険な魔術師が何人かいるようだ。橋の底に送り込むわけにはいきませんが。万が一の時は、迅速に対応します。マハーバーラタの英雄が、サンタで、ボクサー？意味は全くわかりませんが、本物の戦士と真っ向から殴り合えるのは光栄だ。いざ！あなたが影の国の女王、スカサハ？よければだが、私にも言ってご指南願えないだろうか。アムール神だと？あんな物騒な愛の神がいるものですか？味方同士のサーヴァント戦が禁じられていなければ。撃ち抜きたい。あのバズーカにフラガラックを撃ち込みたい。というか、バゼなんて呼ぶな！ケルトのわだつみ、マナナーンまでいらっしゃるとは。勇ましく、凛々しく、どこから見ても男性らしい素敵なわだつみかと。マナナーン、マナナン、バゼナンと呼んでもよろしいですか？今、誰か後ろにいたような。いえ、不快な気配ではなく、見守られるような、応援されるような。カチリ、カチリと。懐かしい、時計の音のような。何かを組み合わせるような、
ことが。こんな大所帯での作戦行動は記憶にありません。連携面での不安はなくはないですが、ボードゲームの相手にはこと書かなそうです。ワーカーホリックではないと思うのですが、不意に休暇ができると何をすればいいのか時間を持て余してしまいますね。聖杯、すべての願いを叶える願望期、それを求め合う聖杯戦争というものがかつて行われ、そして終わった。結末はどうだったのか、その後の私はどうなったのか、それはまたいつか語る時があればということで。イベント中のようですね。騒ぎに乗じて任務をこなすことをお勧めします。私は封印指定の執行者です。教会から封印指定を受けた魔術師を実力で捕獲回収するのが仕事でした。隠れる者、逃げる者を捕らえる、つまり魔術世界における警察ですね。身近に危険な魔術師がいるのなら対処は任せてください。今の私の意識はほとんどバゼットという人間のものです。ですがマナナンという神聖が確かに私の中にいるのはわかります。太陽神ルーの養父ですよ。フラガの一族として光栄ではありますが、正直プレッシャーが。マスター、あらかじめ言っておきますが、たまにマナナンが主体となって動くこともあるかもしれません。その際は私らしからぬ髪型や服装であったりする可能性があります。笑わないでくれると助かりますし、そのあるいは似合っていればその旨後でお伝えいただければと。自分では分かりませんので。聞けばあなたは魔術師の家系の生まれではなく、適性があっただけの募集員だったとか。一人前になるまで多くの苦労、努力、そして出会いがあったのでしょう。私は古い神秘の家系に生まれたものですが、周囲からの期待に応えようと努力してきた今のあなたを人間として尊敬します。はい、ですので、そう、トレーニングを一緒にしましょう。サーバント生活にもだいぶ慣れてきました。こういうものがマスターとサーバントの関係だったのかと新鮮に学ぶような。正直に言えばこのつながりは心地よい。え、嫌です。恥ずかしいので一度しか言いません。私も同じものを与えられていたのでしょうか。そうであればいいと願うばかりです。こんにちは、マスター。私はマナナン・マクリール。もちろん、バゼットでもありますけれどね。この姿ですか？何でもよかったのですが、せっかくなら再臨のついでに、彼女の希望を叶えてあげようと思いまして。おっと、照れ隠しに中で暴れているようですが。当然気にしません。彼女は実際可愛い女性なのですから。似合っているでしょ。私がもらうのは新鮮ですね。種火、そういうおもてなしもありですか。思い知りました。人間、着慣れた服が一番だと。やっぱり
私は仕事着が一番落ち着く。似合っていたのに、残念。それはどうも。別に、もう着ないというわけではありませんので。しかし、私が思うに、マナナン・マクリールは与える神聖です。ルーに、クーフーリンに、ディルムット・オディナに。そんな神聖が、私をよりしろに選んだということは。どうでしょう、マスター。私は仕事しかできない人間と思われがちですが、意外と、包容力のある家庭的な女性というような評価になってしまうのでは？どこかへ行きませんか、マスター。私が知る場所ならご案内いたしますよ。海でも陸でも異界でも。今ここにいる私はマナナンのほんの一部分のようなもの。私は確かにルーを引き取って育てたりもしましたが、かしこまることなんてありませんよ。バゼットとはまた別の意味で、私もサーバントという形には不慣れです。教え導く普段の立場とは真逆ですが、いろいろ教えてくださいね、マスター。これはこれはクーフーリン。何か欲しいものでもありますか？何でもあげますよ。妻以外は。はっはっは、ブラックジョーク。こんにちは、ディルムッド・オディナ。槍の調子はどうでしょうか？あなたには。一つだけ。略奪愛は良くないと思います。恋愛は素晴らしいことです。応援しましょう。けれどいいですか？フェルグス・マックロイ。人妻はやめておきなさい。不貞隠しの兜。なかなかの魔道具だとは思いますが、名前が良くないですね。実に良くない。何ですか、メイブ。そんなに私を睨んで。クーちゃんと何かあった気配を漂わせててムカつく。ええ、実は私も気になっています。私の妻の件とは別に、バゼットと何かあったような。本人は覚えていないと否定していますが。よし、女子会を開いて引き出す許可を与えましょう。好きなものですか？そうですね。誰かの喜ぶ顔。でしょうか。嫌いなものですか？はっきりと言いましょう。不倫はダメです。聖杯ですか。持ってたらいくらでも貸すんですけどね。いえ、ひょっとしたらもう誰かに貸した後なのかもしれませんが。イベント中のようですね。季節に合ったおもてなし。腕が鳴ります。私は誰かをもてなすのが趣味なのです。贈り物をあげたいところですが、今はこの不器用なこの体なので、なかなか選択肢がなくてですね。常にある在庫はこの腕力ぐらいです。どうしたものでしょうか。逆転の発想。少なくとも腕力はあるので、それで物事を解決するのを贈り物にすればいいのでは？
と懐願しました。戦いの悩みに知恵の悩み、金の悩みに恋の悩み。私のできる限りで力になりましょう。あなたの望む形でとなるかはわかりませんが。この子のフラガラック、長く大事に伝えてくれてること自体はいいんですけど、一個作るのに一ヶ月かけてるんですか？人間って頑張り屋さんなんですね。何か送ってあげたくなります。フラガラックは剣であり概念。明確に形が決まっているというわけではありません。ルーに渡したもの、この子が伝承してきたもの、私が白き泡の馬、アンバルと混ぜて使っているもの、すべてがフラガラックです。使い方は実は他にもあるのですが、さすがの私もこの状態では自由自在にとはいきませんね。残念です。あなたはひょっとしたらかつて私の元を訪れた者たちに匹敵する勇士なのかもしれません。だとしたらもっと本気でおもてなしをすべきなのでは？しかし困りました。今の私は全てを持ってきているわけではないので、いろいろ便利な道具もあったのですが。え？いい？一緒に戦ってくれるだけで十分？無欲なような、今までになく強欲なような。いいでしょう。私の技を愚直に伝え続けてきた末の魔術師と共に、あなたに勝利を贈りましょう、マスター。